音楽の日をご覧の皆さん、こんばんは。嵐でーす。さあ、この後すぐ嵐のパフォーマンス、あやさん披露となりますね。そうですね。あの歌番組に出させていただくのは3ヶ月ぶりで、うん、その前、3ヶ月前に出させてもらったのもカウントダウンライブライブと。そうね。いうことなんで、TBS さん本当ありがとうございます。ありがとうございます。でもそもそもこう久々にね、テレビで披露する曲も、うん、ありますので、ね。そうなんだよね。大丈夫かな。ちょっとした緊張感があって、久々に振りを思い出しました。ね。確かにぜひ楽しんでいただければと思います。はいはい、今年の音楽の日のテーマは、音楽の力で日本を元気にということなので、自分たちも皆さんに元気を届けられるよう、頑張りたいと思います。はい、ね、オンさん、意気込みお願いします。マジで。ぶちかましてやるよ。かっちぇやらっと変わりましたね。どうぞ楽しみにしていただけたらと思います。以上、アルシでした。